つがり、チューリップ、アカペララジオやりたいと思います。えっと、今日は、えー、森高千里さんで、えー、雨のち晴れ、歌ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。あんなに泣いたら、涙も枯れた、だい、丈夫。 とてもすっきりしたわ。あなたと別れて何日も経っていないのにあんなとこ見るなんてとても賞をくだったわ。 繋いでた。もうの女ができたの。すごく可愛い方。あなた私の顔を見て。気まずそうな顔して。 走るように逃げた。とても悲しかった。目の前が爆弾。爆弾落とされた。悔しいわ。 あの夜泣いたわ布団をかぶって一人きり大きな声を出してこれでよかったのよもう忘れよう 楽しかった思い出。夢に待って出てきた。今でも好きだったけど。あなたは他の人の夢を見ているのね。 悲しいけど吹き出たみたいよもう夢は見ないわ今日からはただもうあなたへの気持ち 彼女にあげるからいつまでも仲良く心が晴れてきたこれでよく眠れる今日からンはいありがとうございました 今ちょっとお風呂上がりで気分が良くて歌ってみようかなという気持ちになったので、えっ、ー、と、えー、ちょうど、えー、あ行今、森高のあ行の歌をやってるんですけれども、えー、こないだ雨を歌って、えー、あなたは人気者を歌って、えー、その流れで雨のち晴れ、歌ってみました。ねでもこれをね、あのー、そう、ツアーでもね、 やったったていうことでちょうどあのいいかなと思って歌ってみました。これは今までも私もコスプレをして歌ったりとか、えー、何回も歌ってる曲なんですけれども、うん、<laughs> そうこのなんかね歌詞が本当に面白くてあのそうですねいろいろ考えさせられるというか本当にあの悲惨な状態でありながらも 最後これだけカラッと前向きに終われるっていうのが何だかすごく胸をつかまれるものがあります。雨のち晴れでした。それでは。